こんにちは。CRS のマミコと荒川です。よろしくお願いします。お願いします。はい、今回また中古車入ってきたんで紹介の方していきます。はい、では紹介していきます。はい、こちら25年式のハイエース、3型のプライムセレクションというグレードになります。はい、で、3000cc ディーゼルの4駆の5人乗りです。おお、4駆。4駆です。珍しいですね。珍しいです。まあ、4型、5型はちょこちょこあったんですけど、3型での4駆っていうのはちょっと珍しいかなと思うんで、はい、はい、ぜひ紹介していきます。今ついてるパーツ教えてください。はい、まずヘッドライトの方がいきます。はい、まずハイビームが変わってます。うん、はい、で、ポジションキューも LED に変わってて、ウインカーも LED に変わってます。はい、はい、で、コグラフも変わってて、コグラフは白色テントですね。おお、はい、で、4駆なんで今回はフロントリップとかなしにしてます。はい、はい、前はそんな感じですね。はい、はい、で、前に行く、横に行くついでなんですけど、ガッツミラーですね。同色塗装で、はい、ブディ同色塗装してます。うん、はい、で、ドアミラーもウインカーはついてないですけど、カーボンのカバーがついてる感じですね。うん、はい、で、ドアバイザーも変わってて、下の方に行ってもらいますと、ドアノブプロテクターもついてます。これもカーボンで。はい、カーボンです。あ、ちょっとカーボンで統一してる感じですね。そうですね。はい、はい、で、オーバーフェンダーですね。オーバーフェンダーが付いてるのと、今度、まあ、これ魅力的なタイヤホイールですね。はい、こちら SX の ENCB のシャンパンゴールドですね。はい、で、サイズがこれが16インチですね。16で、はい、で、タイヤホイール新品です。あ、新品でね。はい、新品です。ちょっとこう4駆なんで上げ系じゃないですけど、そういう仕様にしてます。うん、はい、はい、で、ここですね、マットフラップが付いてるんですけど、こちらトヨタ純正の TRD ですね、のマットフラップの黒が付いてます。今度新品です。はい、はい、これは前後付いてます。後ろもね。はい、はい、まあ、最後そんな感じですね。後ろ行きましょうか。はい、後ろ行きます。こちら後ろなんですけど、まずこちら SX のリアウィング付いてます。はい、で、そのまま下行ってもらうとテールランプが LED のタイプに変わってます。うん、はい、で、リアバンパーが SX のリアバンパーバージョン1、スムージングタイプのね。そうです、スムージングタイプですね、がついてて、あとシルクブレイズさんのマフラーカッターがついてるという感じですね。リアはシンプルにね。そうですね、もう真っ白で綺麗な感じになってます。まだ中行きましょうか。はい、中行きます。はい、では内装紹介していきます。はい、はい、まずベッドキットですね。はい、ベッドキットのこれはリクライニングがついてるタイプのベッドキットになるんで、走行していないとき、まあ、もちろん寝るときも走行していないときっていうのがまあ絶対条件なんですけど、寝てもらったり、ちょっとまあ角度つけて、あそこにフリップダウンモニターもついてるんで、うん、ゆっくりしてもらえるかなと思います。はい、はい、で、まあ、ちょっと数が多いんですけど、サテライトスピーカーが4発ついてます。あ、2列目の後ろまで。はい、大体ここら辺についてる車が多いんですけど、今回4発ついてます。おー、はい、結構後ろからの音っていうのはすごかったですね。ちょっとまずね、シードカバーの色もすごいですね。そうですね。2列目行きましょうか。はい、運転席と助手席と2列目のシートはレッドがついてます。これ真っ赤っかですね。真っ赤っかですよね。に合わせてフロアマットも前後真っ赤っかという感じですね。うん、で、UI ビックルさんから出てるエンジンフードカバーが前後ついてます。これと前もね。はい、前もついてます。で、これ、ね、ここですね、アルパインさんのフリップダウンモニターがついてます。で、これあれセンターカーテンもついてますね。そうです、センターカーテンもついてるんで、センターカーテンがフリップダウンより前にレールがついてるんで、はい、前閉めてもらった状態、ここ閉めてもらった状態でもフリップダウンモニターっていうのは閲覧するようになってます。うん、はい、で、内装ですね。内装、中、運転席もあるんですね。まず、まあ、奥にあるレーダーですね。レーダー探知機がついてます。で、スマホホルダーもついてて、アルパインさんの8インチナビですね。あ、ちょっと大きいタイプのね。はい、ワイドタイプのものがついてます。で、助手席エアバッグがついてて、 AC100V コンセントもついてるという感じですね。で、ごめんなさい、上の方忘れてました、ドライブレコーダーもついてます。おー、はい、で、お車のグレード紹介の時にプライムセレクションっていうグレードですって言わせていただいたんですけど、はい、ハンドルとシフトノブ見てもらったら分かるんですけど、これ社外品ではなくて純正品のちょっとまあコンビハンドルであったりっていう形になってます。そうなんですね。はい、
でなんかここもなんかねゴミ箱みたいな感じで、そうですね、結構収納ボックスか、まあ、ゴミ箱に使ってもらえるかなっていう状態になってますね。うん、はい。これ走行距離ってどれぐらい走ってるんですか？6万6000キロですね。6万6000キロ。はい。おまあ全然じゃないですかね。そうですね、はい。まあ四駆でディーゼルですからね。はい。うん、じゃあ最後に価格を教えてもらっていいですか？はい。この車の車両本体価格が299万円になります。299万。はい。4駆ディーゼル、6万6000キロ、うん、でカスタム多数っていう状態ですね。はい。まあ、この車もまたすごいお問い合わせ入る車だと思うので、ぜひ早めのお問い合わせをお待ちしております。はい、わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。